Buenas tardes, amigos. どうも、PJLL のパハロンです。はい、1.4 東京ドーム振り返りをした後ですね、今日がですね、またちょっとね、問題作になるんじゃないかっていう動画を撮ろうと言いましております。まだ僕の発言次第で問題作になるかどうかはこの後決まるんですけれども、まあ、ぜひ見ていただければというふうに思います。はい。今日はですね、1.4 の東京ドーム大会、そして 1.5 のニューイヤーズダッシュ後楽園大会ですね、こちらが終わった後のにやけ会見でもうなんとですね、衝撃なアナウンスが入ってきてしまいましたので、こちらの方をご紹介していきたいと思います。まあにやけ会見で何が語られたかというとですね、まあもちろんそのニュービギニング、あん?ザニュービギニングシリーズですね、ね、の対戦カード、ベルト戦のね、札幌の2連戦とか、大阪の試合とかの対戦カードが発表され、そして、チャンピオンとなった棚橋宏選手の記者会見があり、そして、こっからがねすごかったんですけどね、なんと飯塚選手引退でございます。そして串田選手が退団する、1月いっぱいで退団するということが発表されました。そしてこの日なんですが、ケニーさんの去就がどうなるかというのはずっと皆さんもね気になってたと思うんですけれども、まず新日本プロレスからの発表は特になかったです。ただ、東京スポーツですね、こちらの方の、記事といいますかでですね、ケニーは新日本プロレスを離脱するんではないかという内容が出てきましたので、まあ、こちらも交えてねご紹介していきたいなと思いますが、まあほぼほぼケニーさんに対するご意見というか、ケニーさんに対する意見をまたしても私が言ってしまうということで、僕がケニーさんに言うとですねまあ間違いなくケニーファンにまた叩かれるわけですよ。まあでもそれはその後、この後じっくり語りますからね、もういいです。それはもう甘んじて受け止めます。はい。ということで、飯塚選手の引退についてなんですけれども、僕はですね、中学生、高校生あたりですか、で、見てた時にはですね、飯塚さんは、七色のスープレックスを使う男ということでですね、活躍されてて、その姿は覚えております。そして、まあ、ここ3年ぐらいですか。で、またプロレスに戻ってきたわけなんですけど、その時にはもうすでに今の鈴木軍の飯塚選手の姿になっていて、一体何が起こったんだというふうに常々、思っていたんですけれども、なので僕、飯塚さんがその変貌する経緯とかですね、正直あんまりよくわかってないんですよ。なので、まあ、あんまりですね、飯塚さんに対する、思い入れと言いますか、まあそういったものが正直特にはございません。ただなんかいきなり辞めるってこと感じがしてたので、なんかもうちょっとっていうか、もっとできそうな、体のコンディションわかりませんけど、その怪我をしてらっしゃるとかだったらわからないですけど、表面上の、体のコンディションとか、なんか筋肉の状態とか、まあそういったのを見る限り、正直ね、まだまだできるんじゃないですかねって、個人的には思っていたので、いきなり引退っていうふうに、言われてですね、え?っていう。は?っていう。なぜ?みたいな感じだったんですよね。ただまあご本人が決断されたことでしょうし、飯塚選手がねやはりその引退を発表されてからはツイッター上ではね、他のプロレスラーの方もやはりいろいろね意見を投稿したりもされてたんで、この引退がちょっといきなり言いすぎて、まあ、飯塚さんが喋らないんでね、細かいことまでは正直わからないと思うんですけれども、まあ、正直、ちょっとびっくりで驚いております。はい。はい、まあ、引退後ね、どうされるのか、わかりませんが、ぜひ、引退までのね、試合、ね、飯塚ファンの皆さん、はね、見に行けるといいのかなというふうに思っておりますので、はい、2月にですね、引退試合がね、
あるということですから、札幌シリーズとかね参加し、ま、されてますので、まあ、ぜひ札幌のね、に行かれる方とかは、ぜひ写真とかもねしっかり撮っていただくといいのかなというふうに思っております。そして、櫛田選手退団されるということでですね、まあ前々からねその WWE に行くのではないかと、 WWE からねオファーが来てるのではないかというニュースが出ておりましたので、まあ 1.4 でねベルトを落とすということがあればですね、おそらくそういうことだろうというふうには感じていたんですけれども、まあやっぱり実際にそういうことになってしまったなという感じですね。まあ櫛田選手の試合ね見てて僕は結構好きな方だったので見てましたけど、櫛田選手との思い出っていうとですね、僕はですねファンクラブに入って初めてですね撮影会に、ファンクラブ撮影会っていうのがあるんですよね。レスラーの人たちとリング下でツーショットで一緒に写真が撮れるっていうファンクラブの特典があるんですけれども、そこでですね僕初めて写真を撮ったのが櫛田選手なんですよね。ね、このマスクで行ったので櫛田選手から、おこれは誰のマスクですかみたいな感じで聞かれて、いやこれオリジナルですとか言ったら、おおかっこいいですねみたいな感じで言っていただいて、なんかうわー櫛田さんってすげー紳士だなって思いながらですね一緒に写真を撮らせていただいて、もう本当にそれが僕のなんていうかファンクラブ会員デビューみたいなもんなんですよね。ファンクラブ撮影会に参加できるとかね、なんかそういうところを考えても、まあ次にねもし WWE 行かれるということであれば、まあ頑張っていただきたいなというふうに、はい、思っております。で、櫛田選手のねこのやはり引退の記者会見というかにやけ会見で記者会見をされてまして、まあ棚橋選手からね櫛田選手に対する新日本で、楽しかったこと辛かったことは何ですかみたいな質問をされた時に、もう感極まってね涙を流されてる姿とか見ると、なんか本当この新日本で過ごした時間っていうのは櫛田選手にとってはとても重要なものだったんじゃないかなというふうに感じられるというかね、感じでしたね。でその後もねやはりこちらの櫛田選手に関しても、まあ、ツイッターでね各ファンの方だったりとか各レスラーだったりとかがもう頑張れよみたいなね感じのコメントね、悲しいけど頑張ってくださいみたいな感じでね出てまして、本当にねこの残念ではあるんですけれども、まあ、櫛田選手ぜひ次のステージでも頑張っていただきたいなというふうに思っております。はい、そしてですね、同行というか去就がですね注目されるケニー・オメガ選手に関しては東京スポーツの方で記事が出てまして、でねあらかじめちょっと言っときますね。あらかじめ言っとくと、僕はですね別にケニーさんのこと嫌いでもないし、新日本プロレス出ていけとかっていうふうには全然思ってないですね。ないです。だけど、僕はいろんな、まず選手を応援するときに、僕はいろんなファンのスタイルっていうのがあると思うんですよ。背中を押すように、叱咤激励をしながら、もうしっかり見守るとかね、いうスタイルもあったりとか、すると思うんですよ。で、もう一つとしては、もう、その選手がやることをなすことに全部ついていきますみたいな、全部ついていきます、いいのいいの、あなたはそのままでいいの、大丈夫、私たちが応援してるからみたいな応援スタイルも正直ね当然あると思います。まあでも僕は後者ではないです。はい、なのでこのトースポの記事を読んだ時に正直僕はケニーさんにはっきり言って叱咤激励しか思い浮かびませんでした。というかふざけんなよっていう感覚しか ありませんでした。なのでこれから語ることに関して言うと、正直ケニーファンにとってはいいのいいの大丈夫みたいな、うん、ケニーが言ってること全部 OK みたいな、あなたのやりたいようにやったらいいなよっていうファンの人に関しては、まあ、ものすごく耳障りが悪いと思います。なのでここで
動画は止めてください。ここで動画は止めてください。はい、この後僕はケニーさんにはっきり言って、叱咤激励をします。で、多分そういった先ほど言ったようなファンの方にとってはもう本当に辛いということしかないかもしれませんので、ツイッターのね中でもいろいろな意見を投稿されてる方を見ましたけれども、まあ僕ははっきり言ってそういうファンじゃないので、なんていうか言っちゃ悪いですけど、ケニーさんに関してはそういうファンだけではケニーさんっていうのはこの後本当に大丈夫なのかなっていうふうに思ってるので、はい、ただまあもちろんいろんな応援のスタイルがあって、それを別に否定はしませんので、これから語る内容多分嫌だなって思うことの方が多いと思うんで、動画はもう止めてください。はい。はい。まあそのトースポの記事で、じゃあ何が語られてたのかというとですね、ちょっと文面を読みますね。この日、本誌の取材に応じたケニーは、今思うと、あの試合は主人公を決めるような戦いだった。勝った方が正義。少し言い過ぎてしまうけど、俺が頑張ってきたことが最終的には主人公の敵になるためだけだった。それが悔しいことだった。もちろん悪いのは負けた私だ。すべて自分の責任。と棚橋戦を振り返った。さらに気になる今後についても言及した。ということで、今は入れる場所もないし、新日本にいない方がいい。新日本はまた棚橋の時代になった。棚橋の新日本の役に立てない。もちろん棚橋の方が優れているとも強いとも思っていない。だからいつかもし再戦があればやりたいかなって思ってる。でも今のところはしばらくリングに立たない方がいい。それは新日本だけでなくて、ちょっと休んで考えて違う作戦を作る。と語った。という内容がですね、トースポさんの方に出ておりました。で、まあ、この内容を読んだね、いろんなファンの方々の大体の反応がですね、そんなことはないんだよと、新日本に、居場所がないとか、ケニーさんそんなことないですと。僕らは私たちはケニーさんを求めているんですと。で、そういう感じのね、まあ、言葉が非常に聞こえてきてましたので、まあまあ普通はそうだと思うんですよ。普通はね、普通はそういう感じになっちゃうとは思うんですけど、まあ僕はですね、今は入れる場所もないし、新日本にいない方がいいとかね、ですね、何言ってんのかな、この人って僕は正直ね、思ったんですよね。だから全体的に読んでると、なんて言ったら悲劇のヒロインかなんかにでもなりたいんですかねっていうふうに、思ってしまいました。はい。まあここのチャンネルでは僕は何度も言ってますけど、なんて言うんですかね、チャンピオンであることがプロレスじゃないですよっていう話をしてきてるつもりなんですよね。ただ強いとかそういうのがプロレスじゃないですよって話を僕はしてきたつもりがあるんですよ。で、このケニーさんの内容を読んでますとですね、なんか強くなきゃいけないとか、強くてかっこいい姿しか見せたくないとか、僕はそういう風に感じたんですよね。いや、違いますよ、ケニーさんと。負けて這い上がるところからが本当のプロレスですよ、あなたっていう風に僕は思ってるんですよ。なので、なんかまあわかりませんよ。これはケニーさんが怪我をしてるから休む。口実としてこういうことを言ったのか、AEW だったり、ROH だったり、新日本プロレスだったりの関係を考えてなんかこういうことを言ったのか、まあもしくは WWE に行くとか行かないとかいろいろあった上での、いろいろぼやかしてのこういうことなのか、わかりませんよ。うん、わかりません。だけど、なんて言うんでしょうね。まあ負けたばかりでショックを受けてるっていうのもあるとは思いますけど、
なんて言うんでしょうね、例えば今は入れる場所もないし、新日本にいない方がいいとか言いますけど、違うじゃんって。あなたさ、今まで自分の位置とか入れる場所とか立場とかを自分のプロレスを通して作ってきたわけでしょ、新日本プロレスの中でみたいな。それをもう一回やり直すだけでしょって。なんか負けて這い上がる姿見せてくださいよと。そこから今まで別にケニーさんのこと好きじゃなかった人がそういう姿を見せて這い上がっていくところに、新しいファンがつくかもしれないじゃないですかと。ケニーさんね、だから負けてもいいんだよ、負けてもいい、勝ったやつもすげえ、負けたやつもすげえって思わせてくれるのがプロレスだから。にもかかわらずですね、勝ったやつがすげえだけしか言わないとかね、負けたら、自分に負けた後のこう、はい、まあ正直ね、一般的に言えばかっこ悪い姿を見せないとか、それはねちょっとどうかなって思ってます。はい、やっぱ負けてどう立ち上がるかを見せるのがプロレスなんですよ、ケニーさん。もうね、もう本当ね、ちょっと何言ってるか分かんないんですよ、このコメントに関しては。僕はね、ね、もう新日本に立たないなら立たないでも僕はしょうがないとは思いますけど、ケニーさんの行きたいことやりたいことが多分あるんでしょうし、それはねそっちの方をやってもらった方がいいと思いますよ。それは自分の人生だから何を選んでもいい。でも本当新日本にいるんだったら、そういう姿も見せてほしい、僕はそう思います。はい、なんかね、そういう姿が見せられない、見せられないというか、そういう姿を見せないで、ね、かっこいいところとか派手な技しか見せないんだったら、まあ、何度も言いますけど、体操とかフィギュアスケートとか、サーカスとかそういうの見てると大差ないわけですよ。ね、生き様を見せてこそのプロレスでしょうよ、ケニーさん。そういうところを見せてくださいよ。だから僕はね、待ってますよ、ケニーさん。でも俺はね、正直ゴールデンラバーズのケニーオメガは好きじゃない。はっきり言うと。なんていうか、僕の中ではゴールデンラバーズのケニーさんは魅力に乏しいレスラーでした。でも、クリーナーだった頃のケニーさんはめちゃめちゃかっこよかったと思ってます。なので僕はケニーさん、待ってますよ。いつかケニーオメガが外敵として新日本プロレスに戻ってくることを待ってます。もう、なんかね、本当ケニーさんにはね、後半ですよね、特に後半の、去年後半のケニーさんは、なんだかんだ言って分かりませんよ、その外国で何をしてたかよく分からないんですけれども、新日本プロレスのために世界中のファンにファンサービスをしてたみたいなことは言ってましたけど、まあ、正直何やってたか分かんないし、ビッグマッチ限定での参戦しかしなかったので、まあ、簡単に言うとそういったところでもしかしたら非常にね自分の居場所がないというふうに感じるようなことが起こっていたのかもしれません。でもそれはさ違うじゃん、居場所は作ってこそのプロレスラーでしょう。今どんだけの人が自分のポジションを確立するために新日本プロレスでプロレスやってると思ってんのよ。勝手にやってこないよそんなチャンスはさ。ぜひケニーさんね、もう俺か、まあ、僕は待ってますから、ザ・クリーナーとしてですね戻ってくることを。まあまた長い動画になってしまい、またケニーオメガファンには叩かれるような動画におそらくなったかとは思うんですが、まあ、僕はねケニーさん別に好きでも嫌いでもないけど、好きでも嫌いでもないからこそ、でも新日本プロレスをもし世界に広げるためには、まあ、正直必要な人物だとは思ってます。思ってるけど、結局その AEW とかでに入ってとか WWE にやってとかいろいろ裏のことがあるんでしょうけどね、まあ、大変だとは思いますけど、まあ、僕はクリーナーとしてケニーオメガが、ザ・クリーナーとしてケニーオメガが戻ってくるんだったら
また見たいなというふうに思ってますので、まあ、ぜひケニーさんお待ちしておりますよ。あなたのプロレスを見せてください、人生のプロレスを。それでは皆さんね、あの皆さんももちろん思うところがねあると思いますので、そういった部分に関しましてはぜひコメント欄とかに書いていただければというふうに思います。いやー、すいませんね、またあの長い動画になっちゃいましたけど、もうほんとこのケニーのね、このトースポの記事はね、ちょっとねがっかりしたんですよね。まあ、ぜひ新日本プロレスでケニーさんやっていただけるのであれば、はい、上がる姿見せていただければと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ、アディオス。